んにちは。街の昔の面影にも思いを馳せながら歩く猫散歩です。特に二子玉川駅の東側は再開発によって二子玉川ライズができたため、一日にかけていろいろなお店を見て回るのが楽しそうです。それでは散歩をスタートしていきましょう。日本初の郊外型ショッピングセンター高島屋さんは2019年に50周年を迎えた歴史ある百貨店です。現在は本館と南館があり、様々なブランドショップが入っています。今も変わらず二子玉川のランドマークであり続けています。聞くところによれば、昔の福引きで1等の景品が馬だったことがあったそうです。